駅広告の一例岐阜新聞は、株式会社、岐阜新聞社が発行する岐阜県の長官単独の地方紙。岐阜放送とのメディアミックスで地元に根ざした地域情報の発信を目指している。発行部数は136,496部。主なキャッチコピーは、京都の新聞岐阜新聞。これは、兄弟会社の岐阜ちゃんでスポンサーになった場合、しばしば使われる。 岐阜県の地元市であるにもかかわらず、知名度の低さから岐阜県内でのシェアは約20%にとどまっている。これは岐阜県も販売エリアに含める中日新聞のシェアが約40%と強いためである。2017年9月30日付をもって夕刊の発行を休止し、10月1日から長官単独市に移行した。夕刊の休止について、 岐阜新聞社はメディアの多様化など時代の変化とともに勇敢の読者数が減少しており一定の役割を終えたと判断し長官に統合することを決めたと8月9日付長官の社国で説明しており雇用情勢の変化で配達員確保が難しくなっていることも理由として挙げている2017年6月時点の発行部数は長官が17万3000部で 有観が17,500部であった。2013年12月9日、全16銀行頭取りで、岐阜商工会議所会頭である、堀江博美が同社と岐阜放送社長に就任するも、同月12日に、一審上の都合から、就任わずか4日で辞任するという陳事が出かした。両者とも詳しい理由は明らかにしてはいないが、金融機関のトップ歴任者が、 マスメディアの社長に就任することについて、県経済界や読者から疑念の声が多数寄せられていたことや、社内からの反発も強かったと報じられている。また、堀江が在任する回答職の身体問題への波及も必死の情勢と報じられている。なお、社長には12月13日付で、薄いようが復帰し、一連の混乱の責任を、取り事実上のオーナーである。 杉山美紀夫は代表取締役を退任、取締役に退いた。その後、堀江は各方面からの批判を浴びて、回答職を辞任した。杉山も2014年5月19日付で、取締役のまま名誉会長に就任。同日付で、杉山の長女で取締役者主の杉山良子が取締役者主権会長に就任した。さらに、 同年12月、杉山は、取締役も退任したが、兄弟会社である岐阜放送は、代表取締役会長のままとなっている。郵便番号500-8577岐阜県岐阜市、今小町1東京、大阪、名古屋、西農東納農、中農日田鉱山、美の鴨神ヶ原、橋島、元須、伊比群青、日田、ゲロ、エナ、中津川、カニ、 海津株式会社岐阜放送は岐阜新聞社と同一敷地内にあったが2007年11月11日に岐阜駅前の高層ビル岐阜ィタワー43の4階に移転した岐阜新聞と岐阜放送の取材拠点などは同一最終面のテレビ番組表では岐阜県で読める新聞では唯一フルサイズで掲載されている1992年4月以降テレビが ギフテレビ、ラジオがギフラジオ具体化に伴い後に AM ギフラジオに解消の愛称であったが2007年10月1日本社社屋移転と2008年にラジオ開局45周年とテレビ開局40周年を迎えるのに伴いテレビラジオともギフちゃんに統一した中日新聞とは県縁の中で知られ中日新聞のギフ版ではテレビの扱いは 地元の県域局ながらハーフサイズ、ラジオの番組でもギフ版はハーフ、愛知版に至っては2010年9月30日までは局小サイズに追いやられていた。対してギフ放送は愛知県方面へのスピルオーバーを電波が名古屋市内の大半で受信困難なほどに制限したり、AM ギフラジオでは中日ドラゴンズの試合結果を放送するときに通常使われる 中日対巨人などという言い方ではなく、ドラゴンズ対巨人などと言い換えるなどしている。ただし、ウェブ上での文章では、通常通り、中日を使用している。中日成立前の名古屋新聞、新愛知と岐阜新聞の前身である、岐阜日日新聞との関係は、名古屋を中心に岐阜と建設した地域を主な地盤とした前者とは、犬猿の中だった一方、 岐阜から離れた三河地域を主な地盤とした校舎とは、競合が薄かったためか、比較的良好だったとされる。また、過去には、東京新聞との関係が深い、東京 MX からは、ヤクルト対中日戦をネット受けしていた。なお、高橋直子配岐不正流ハーフマラソンは、中日新聞の主催ながら、2012年の第2回目より、岐阜新聞と岐阜放送をも講演している。 2010年代に入り、岐阜新聞、岐阜放送で発生した経営上の混乱を収束する過程で、岐阜放送に中日新聞が資本参加し、2015年現在第5位の株主となっている。このため、東海三県のラジオ放送局で、中日新聞との資本関係が直接、間接ともに一切ないのは、ラジオネオのみとなった。ギフ放送が、 岐阜ィタワー43に移転した後、岐阜放送の旧社屋跡地には、岐阜新聞の新印刷工場が新たに建設された。また人的交流として、岐阜放送の記者、アナウンサーが出港などで移籍することもある。その例として、伊藤信久、神保エリコなどである8月の第1土曜日に、 行われる長良川全国花火大会を含め、岐阜県内17会場の花火大会を主催している。その他、3月初めに、梅祭りモデル撮影会、3月下旬に、岐阜長良川マラソン、4月初めに、ゴルフ、岐阜オープンクラシック、10月下旬に水筒を描き、ハーフマラソンなど、数多くの催しに力を入れている。いわゆる、岐阜新聞テスト。 子会社の岐阜新聞情報センターが関連業務を含め実施している。中学3年を対象としたテストを年に4回実施する。入試レベル、またはそれ以上というハイレベルな内容で入試にあたっての自分の実力を測る最大の選考基準となる。全国の中にある実力、学力テストの中でも屈指の難しさを誇ることでも有名である。 平成19年度第1回より、ネット会員限定閲覧システム、死亡校、ナビゲーションシステムを開始。すべての高校、学科、コースの死亡者数や平均点が分かり、死亡校を判断することができる。コラムは、分水例。以前は、編集予期であった。2011年1月1日より、五木博之の小説、診断劇動編が連載を開始されている。 ライバルの中日新聞でも同日より連載をされている。1930年には読者公募で納費、発掲を選定している。20年10月 ABC 部数、新聞情報。2010年以後、中日新聞社も資本参加。読売新聞メディアデータ2020上位3市長官。販売部数、世帯普及率。読売新聞広告教区。 2021年2月4日閲覧。寄付新聞が有刊休刊へ10月から長刊に統合。ケ k ウ e スト、2 0 2 1年2月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月10日閲覧。10月から有刊を長刊に統合します。寄付新聞ウェブ、2 0 1 7年10月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年7月10日閲覧。ABC、岐阜新聞、10月から夕刊休刊、一定の役割を終えた。朝日新聞デジタル。オリジナルの2017年8月20日時点における、アーカイブ。https コロンスラッシュスラッシュ web.archive.org スラッシュ web スラッシュ20170820191903スラッシュ https。 w w w a s a h i c o m アーティクルズアスク 894W QSK89 オフブレイ FHTML 2021年2月4日閲覧2017年8月9日岐阜新聞長官一面による岐阜新聞社長26人前東踊堀江氏朝日新聞デジタル2014年3月1日時点のオリジナルよりアーカイブ 2021年2月4日閲覧。AB、寄付新聞社長、就任4日で、自任銀行から転身に批判。日本経済新聞。https、www. 日経 .com、アーティクル、ヤグジュベンゾ 63995370S3A211C1 リットル9万1000。2021年2月4日閲覧。 岐阜新聞社長、就任4日で突然辞任地元銀行の前と踊り、朝日新聞デジタル、2015年3月30日時点のオリジナルより、アーカイブ、2021年2月4日閲覧。岐阜新聞社長が就任4日で、辞任会長も隕石辞任という異例事態。J、キャストニュース。 http://www.j-cast.com コロンスラッシュスラッシュ2013スラッシュ12スラッシュ131917730ド HTMLP イコール12013年12月13日閲覧ありがとうございます